立ちはさやう。収まる身よの時つ風、西山御殿におられるが、我が身一人の安楽を願う心はさらになく、しも万民の苦しみを救わんものと追いつくに思い、位も権力も惜しげもせずに打ち捨てて、見分かるがると旅すがえた。あなれぬ旅路の膝ぐりに、すけさん、たこさん、ついで、おいで、ひょこひょこと。日立ちを後に奥州の五十四分に夏も過ぎ、栄を越せば三日月の丸くなるまで南部領。助三郎格の女、ここはどこじゃな。はい、百沢村にござりまする。うん、日頃噂に聞き及ぶ東国第一の鉱山、岩木山もみじが折りよく見ごろ、これから見物いたそう。ついてこい。お供をいたします。山深く分け入ります。戦場がだけその美しさ、目もくらむばかり。どうじゃこの絶景、このもみじ。さあさあ参ろう。恐れながら日も暮れかかっておりますし、途中はよほどご難儀かと存じまするが、よいよい、心配いたすな。ここまで来て引き返すはいかにも残念。もう少し足を伸ばそう。およそ山道五六丁を参りまする、とにわかにざっと降りくるみぞれ、あっと見う間に辺りが見えなくなった真の闇。こりゃいかん。わあ、風流に心を奪われ、思いもよらぬ深入りをした。早く帰ろう。さ、引き返そう。家ある里を求めたが、行けども行けども果てしなき、お花が招く腹の中。ボン。おお、円山寺の鐘が鳴る。どうやら里へ出ました様子。幸いに向こうに明かりが見えます。おお。
早く行こう。やれうれしやと主従は地獄で仏におたよ。たどりついたる土橋の木は油障子に記念やと書いた。広いの中の一軒家。こんばんは。どっちじゃ。道踏み迷い困っておる旅の者、一夜の宿をお願い申します。なんじゃ、宿の無心か。ここは宿屋と違うわい。断りじゃ。えらい剣幕じゃ。すみませんが、ぜひともお願いいたしまする。ならんならん、帰れ。へえ、でもござりましょうが、困っておる旅のものじゃ。ガラガラガラ、こんばんは。入ってうせたがな、この親父。こら、おら、ずうずうしの。後閉めんか、後。みぞれが吹っ込んでくるわい。うん、あ、すみません。これこれ、皆のもの、入れてもらいなされ。さ、ゆろりのそばで、温まんなされよ。はい、こんばんは。気持ちの悪い親じゃな、このガキ。わいら、いつこちらへ入ってこい、言うたやんまに。けぇ、しゃねえガキは。おや、水まな垂らしてるな。よほど寒いらしいと見える。仕方がないわい。庭の隅でも寝させてやるわい。はいや、はい。後ろで聞いた厚みと佐々木、五郎公の耳のそばへ口を寄せて、いかに野人の常とは申せ、あまりにも無礼雑言。この上はいかなる扱いするかも分かりません。他に宿を求めてまいりましょうか。いやいや、心配いたすな。口は悪いが腹まで悪くない男らしい。捨ておけ、まんざらな扱いもすまい。こらこらこら、親父、何ごじゃごじゃ抜かしてんの。何ごじゃごじゃと。あら、このわけは。仕方がないわい。そこの手桶の水で足洗って上上がらんかい。うん。で、お前ら何か飯食らうんじゃろ。何？米一つも持っておりません。けぇ、厄介なガキが舞い込んでうせた。かかよ、おさだ。米一升ばかり炊いて、味噌汁とこいつらに食わしてやれ。お前らどこのもんじゃ。はい、日立のもので。津軽といえば奥州の橋。はあ、やっぱり陽気が違いますな。当たり前じゃ。このみぞれはな、大雪になる前触れじゃ。そろそろ冬ごもりの支度にかかるんじゃ。大雪にならん先にわいら、はよ帰れ帰れ。はい、帰らしてもらいます。何、飯が出てたかさ。あったかいこの味噌汁で飯そこで勝手に食らえ。ありがとう。言葉は荒いが親切に。主の情けで女房が運ぶ夜食の膳のもの。今秀従が橋を取ろうとすると、ガラッと油障子が開いた。久吉、お若旦那、お帰り。さあさあ、どうなさいました。わしゃ残念や、悔しい悔しい。え、若旦那、さあ、お話は後でゆっくり聞きましょう。大変に お召し物が濡れましたな。加賀よ、若旦那がお帰りじゃ。さあ、熱い湯を汲んで足を洗ってあげ、上へお上げ申せ。さあ、こちらへ、いろりのそべ。こらこら、わいら、そっち行かんか、そっち行かんか。やんばりん、遠慮させて遠慮よ。
ちょうど若旦那、幸いだ。あったかい飯、さ、あったかいこの、味噌汁、お上がり。え、お上がり、こらこら、わいらその、さ、後回し、後回し。あと今、待っとれ、そこで。はいや、はい。そう。何が早いじゃ。この人はな、わしのためには大恩人の若旦那じゃ。して若旦那、掛け合いはどうなりました？久吉、あれからわしはの15両の金を持ち、善右衛門の宅へ行って、預けた矢の根を返してくれと言えば、何を言うのじゃ。あの矢の根は15両でわしは確かに買い取った、預かった品じゃない。抵当に預かったものなれば、預かり証があるはず、証文あればこれ出せいと久吉、あべこべに剣もほろろの挨拶、あげくの果てにムラムラとって表へ突き飛ばされて、夜の雲ならおととい来いと蹴ったり踏んだり殴ったり、見ておくれこの顔の傷、わしゃ悔しい。へえ、ひどい目に遭わしやがったな、あの税門め。こんなことなら俺がお供をすればよかったに。恩知らず。お若いの、聞けばどうやら災難を受けたらしいの。わやら黙っとれ、そっち行っとれ、やまりごやおど。なっぽすね。しかしな、朝やん。ほら、何かして朝やん。いつ覚えておるなお。くん、気持ちの悪いかっか。なぜ三人よれば文殊の知恵とやら話をしなされ、聞かしておくれ。はい、私は隣国佐竹寮に住まいをする鹿の子村の大所や広沢助右衛門のせがれ助太郎と申しまする。私の先祖何がしは源氏の大将八幡太郎義家公が奥州征伐の際、先祖を呼び出されまして、道案内無事に務めた褒美として立派な矢の根を頂戴いたしました。それをこの広沢家の代々伝わる宝物物として納めてありますが、うちのお父さんの代の時にある人の勧めによって江戸表へその矢の根を持参して、賢くも上野の御門衆様にご覧に入れ、他に立派な箱書きまでいただき帰りました。うん、それは読む覚えがある。その箱書きは何人の筆じゃ。はい、もったいなくも小石川のお殿様水戸光圀卿でござりまする。ああ、水戸さんか。こらこらこら、何を抜かすね、心安く水戸さんなんて、これ罰が当たるで。で何か、お前さんとで、どうしたといいんだぞ。はい、それで我がお父さんは間もなく亡くなりまして、私は幼少でございますので、何かと一の番頭の善右衛門に全部任せてありました。年々の損続き、家は没落、それを苦にして母は病気、お恥ずかしいながら薬代にを差し替え、その宝の矢の根を抵当として、これから藩里ばかり離れた岩崎村で醤油屋をしておる、その善右衛門へ預けて15両借り受け、間が悪い運が悪なりゃこうなるもので、母は間もなく亡くなりました。親類に話をすれば、はあ、そら大変じゃ、一日も早くその矢の根を取り返せと寄ってたかって15両こしらえていただいたも水の泡。それは気の毒気の毒。なあ朝やん、心安抜かすね、朝やん朝やん。でもなじゃい、お前さんと若旦那とはどういう縁故か。俺は小さい時に二親に死に別れて、ここの親旦那様に育てていただいた、どうやらこいら人間らしいなった飯炊きの浅吉っちゅうんじゃ。そうかな。お、これはこうしてこれ、若旦那よろしい、私がその矢の根きっと取り返しますぜ、お待ちなされ。これ浅吉お前に短気な子、心配しなんな、めったに短気は出しません。ええ、どんなやつでも理屈に二つはないんじゃ。俺は千人力じゃ、二割飛び降りた浅吉二の戸笠、日頃手慣れた
なた、ぐいと掴んだ。岩崎村へは裏から近道。ビューッと吹き下ろす。岩木嵐、みぞれの吹雪。突き切って、走る。走る板天走り。お若いの、まあこちらへござれ。さあ、ゆろりのそばが極楽じゃ。ご隠居さん、私の胸の内は地獄のような苦しみは。そう心配はいらぬ。ああ落ち着け落ち着きなされ。え、今に朝やん戻ってきますぞ。笑いながら帰ってくる。格の女、お茶を一杯飲ませておくれ。風は吹けども大前自弱。渋茶を飲んでうっとりと座ったままで目を閉じて、こくりこくりと船をこぐ。いやあ、若旦那、今戻りましたで。お、朝吉、お、お、さあこちらへ入っておくれ。どうだった？ええー、若旦那、もうあんたの話と、ま、まるっきり筋持ちが違うわ。あれからね、私は税門の宅へ乗り込んでいきましたら、わしの顔見るなり、おお、朝どんか、まあこちらへ上がれと言うてさ、で、まあ、若旦那の一件で来てくれたか、若旦那も先ほど15両の金持って、お見えになった矢の根を返せというお言葉、いかにも私は預かってございます。お預かりしてありまするが、しかしこの矢の根はあなたへは今渡せません。それはどういうわけ。いや、それはあんたがお年がお若い、もしものことがあっては広沢家に関わります大事な大事な宝物、しばらくこの善右衛門が預かっておきまするから、どうぞご安心くだされと言えば、にわかに、にわかに若旦那のご機嫌が変わった。じゃあそれまでにな、粗末ながらお酒を若旦那にご馳走しましたのじゃ。その酒のまあ勢い機嫌もあったんだろうが、俺は年が若いからお前は何か信用がないのか。それならもうお前とは相手にならんとは、いや物を言わんとか、それはそれは剣もほろろ、表へお出ましになる際に酔うた機嫌で物につまずいて横倒し、顔に傷を負われたが、え、じゃあそれじゃ、まあまあまあ聞いておくれ朝どん。わしはな、決してあれをどうのこうのという気持ちはない。広沢家を思えばこそ、あんなお年のお若い方、15両ぐらいな金で大事な矢の根を、抵当に預けるとはどういうわけじゃ。幸いにわしじゃからよいで、わしじゃからよいが、立ちの悪い者にあの矢の根を預けたとしたら、なかなか再び戻らんのじゃ。ね、だからわしの考えは、ご親類様に一度寄り合ってもらって、その中であの矢の根を確かな人へわしは手渡しするつもりじゃ。わしの心はこれじゃ。さ、若旦那に書くと伝えてくだされ。ええか、分かったか、分かってくれたかさ、何にもないがさ、これ飲んでおくれ、食べておくれとさ。若旦那、ええー、わしもさ、その話なら分かってますからな。たらふく呼ばれてさ、土産これじゃと言うて、鮭の片身骨付きじゃ。かがよ、さあこれ奥へ干しとけ、当座の食料じゃ。あっ、くたぶれた。これ朝吉、何を言うねん、それ本当か。わしは何か向こうで酒飲んで、これよう考えてみ、わしは酒は嫌いやで、大嫌いやで、酒は生まれてからな、一滴もわしは酒飲まんで。え、その飲まんわしが酔っ払うまで酒飲めるか。よう考えてみよ朝吉。なるほどな、あんた酒嫌いやわい。そうじゃろうがな。また二つにはや、ね、善右衛門がそのくらいわしに親切があれば、なんで打ち明けてわしを喜ばしてくれんのじゃ。それはな、でたらめや、嘘や、嘘800や。
お前何かあの税門の古田の木前には読まれてお前帰ったんじゃろ。ちくしょう、俺までいっぱい食わしたな。よし、もう勘弁ならん。さあ、身のとかさ。これこれ、朝やん。鮭の片身をまたもらうつもりか。黙ってけつかれ。いやいや、わしが力を貸して死んぜよ。いや、縁もゆかりもない方に、そんなお世話になってはすみません。いや、ゆかりもないとは言われお前。箱書きにゆかりのあるわしじゃ。え、箱書きは、あなたは二刀の倍利。倍利？何の倍利じゃ。横におった佐々木助三郎、こらこらこら、このお方様は先の副将軍持参密中納言二刀密国公にあらせられる。ただいまは西山御殿で倍利と名乗られて二刀のご隠居様じゃ。近い。この人は二刀の殿さん。あばば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 、頭抱えて久吉はキリキリ舞い土間に転がり落ちてガタガタ震い何万ラブス。時に朝やうわ。漁師はないか。ええ、わしは百姓でから漁師なら隣村におりますから。紙と硯を貸してもらいたい。お粗末ながら矢立てがここにさらさらっと走り書き。馬はここにおるか。え、教え屋のうちに馬買ってございます。それでは助三郎退任ながらこの書面式部の邸へ渡してくだされ。かしこまりました。馬にかけたら大坪本流佐々木助三郎みぞれの夜道をまっしぐら。侍工事の城代がろ津軽式部のお屋敷へ見とろう。この使者の役御書面渡せば十万石上よ下よの大騒ぎ。岩崎村の善右衛門召し取りまして蔵の中調べてみれば広沢家横領の品物数知れず矢の根は無事に手に戻る。これぞ名将八幡太郎の矢の根なり。いかに助太郎そちの先祖が賜った品とはゆえ町人百姓が持つべきものではない。これは日本の国の宝されば改めて今日から御神体として八幡の社を建立し矢の根八幡と名付け永代国家の守り神と敬うべし。鶴の一声さたけりょう陣屋峠の森陰にささやかながら宮柱う武道の守り神矢の根八幡由来の一石お粗末ながらうまずこれまで。